住友科学は現経営陣が継続する限り今後の利益成長など絶対にないなぜなら白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎です 今回は、住友科学、株価、どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい。結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まずですね、まあ、住友科学ですけれども、決算発表前にですね、まあ、業績のさらなる過方修正を発表してますということです。はい。で、理由としてはですね、まあ、現損,損失をですね、まあ、最後の決算ですね、まあ、最後の第4四半期の3ヶ月間で まあ、さらに巨額の現存損,損失を計上するということです。はい、なので、まあ、今回はですね、現、まあ、減損,損失が計上されて赤字になるという、まあ、この決算をですね、まあ、会計の面で解説していきたいと思います。はい、なおですね、まあ、会計の大原則っていうのは、費用、収益、対応の原則ということです。はい、だから、まあ、例えば子どもたちのお小遣い帳とか、もしくは家計の家計簿とですね、 まあ実際、上場企業が投資家に利益を報告する会計っていうのは違うんですよね。うん、だから子供たちのお小遣い帳とかもしくは家計の家計簿っていうのは、まあ、単純に現金の動きっていうのを出してますよね。だからまあ収入より支出の方が多ければ赤字っていう感じなんですけど企業が投資家に利益を報告するための会計に関しては赤字イコールですね、まあ、例えば現金の支出がすごく大きいとかっていうわけじゃないということです。 はい会計は会計の原則に基づいて基調するという風になってます。はいその原則って何ですかっていうと費用収益対応の原則。 です,はい、すなわち、ですねまず現金の支出があったら例えばお小遣い帳とか家計簿だったらもうそのままそれが支出ということになりますよね。お金出ていってるわけですから出ていったというふうにまあするわけですけど企業の会計の場合はそれがそうじゃないんですよね。一旦資産に計上するというルールになってます。はい、だ現金を出しましたそれはすべて一旦資産計上するということなんですよね。 そして、収益。一番の収益の中心っていうのは売上げということになりますけれども、収益が発生したら、その収益が発生したことに対して、その収益を発生させるのに使われた資産はどれだったんだどれぐらい使われたんだということで、収益を発生させるのに使われた資産の一部っていうのを消却して、初めてここで費用っていうのが数字として計上されるということになってます。はい。つまりですね、 資産って何ですかって言ったらこれ将来の収益を生み出す源ですよね、まあ、これを資産というふうに言ってるわけですだから、まあ、現金を出しました企業がですね現金を出したってことはそれは将来の収益を生み出す何らかを買ったっていう感じなんですよねはいだからまず資産が計上されますということですで実際その資産を使って実際に収益が発生しましたということですよねそしたらその収益が発生したということであれば収益を生み出す 生み出すのに費やされた資産っていうのをま一部費用という形でま経費にするということです。はい。だからま会社の現預金っていうのは将来の収益を生み出す資産の獲得にま限定して使われるべきということですよね。だから子供たちのお小遣い帳とか家計の家計簿っていうのはある意味まあ経済活動の自由ですから、本人が持っている現預金は何に使ってもいいわけですよ。好きなように使っていいですよね。ま自分のお金なので、自分のお金をまあどの のように使ったとしてもそれは自由とということです、はい、しかしこれは企業ってなると違うんですよね企業のお金っていうのは必ずしも企業が自由に使っていいわけじゃないということです何に使っていいんですか将来の収益を生み出す資産を獲得するのに使っていいですとだから全ては収益を生むためもしくは利益を最大化するためにこそ現預金っていうのは会社のお金は使われないといけないということですよねだから個人とか家計のお金って というののは経済活動の自由だったとしても企業のお金っていうのは必ずしも自由に使えるわけじゃない、会社の経営陣が自由に好きなように使っていいわけじゃないということです。収益を生むための資産の獲得、そして利益最大化につながるように現預金を使う必要があると。 いうことです、はい、逆にですね、まあ、将来の収益を生み出すべき資産っていうのが実際は収益を生まないあこの資産持ってたとしても将来、収益売上げを作らないということが明らかになった場合はじゃあどうするのかということなんですけどこの場合はまあ現金支出しましたでもちろん会計の収え費用収益対応の原則に基づいて資産計上します。だだけけどど資産計上したんだけどその この資産が収益を生まないとこれから収益生まないというのが明らかになったということであれば収益発生してないのにもかかわらず資産を焼却して費用を計上するということなんですよねで、これが減損損失というふうに言われているものです はい、ただです、ね、現預金自体は過去にすでに出ていっているので、減損損失で赤字の決算というのは、すなわちその企業が経営危機というわけじゃないということですよね。まあ 結局会社が危ないっていうのは資金繰りが危ないっていうことですよね。払うべき日に払うべき金額が払えないかもしれないっていう、まあ、資金繰りが危ない場合は経営危機ということなんですけど、実際会社の場合は支出は先にもうやってるわけですよ。だから現預金っていうのはもう先に出てってるわけですよね。だから会計で赤字決算を発表したから、それですごい大量の現金が外に流出してるってことじゃないということです。もうお金のことは、現金のことはもう過去にもうすでに出てってますと。で今回 減損,損失で赤字を発表するというのはあくまでも会計帳簿上の赤字ということになりますのでだからそれはすなわち会社が危ないということとイコールではないということですね。はい、でそうではなくて将来の収益稼ぎ力ですね、まあ、資産が予定よりも現実的に減少しましたというのを会社がまあ投資家に報告しているということです資産って何ですか将来収益を生み出す源なわけですよ稼ぎ力なんですよね。でその 力っっっていいううのがはっきり言たたら衰えたということこですよね稼ぎ力が落ちましたと、ね、将来に収益を生むはずの資産が生まないということが明らかになりましたという稼ぎ力の減少っていうのを会社が投資家に報告しているこれが減損損失ということになります、はい、特にですね、まあ、住友化学の場合ということであれば、まあ、今回はまあ米国のです、ねまあ、製薬会社っていうのを、まあ、住友化学、まあ、子会社の住友ファーマーが M&A 合併買収でやったんですけれどもその過去の M&A 合併買収が失敗しちゃいましたというのをまあ認めたというのが現存損,損失ということですね、はい、ではということでまあ買収相手ですねまずその住友化学住友ファーマが買う前の まあ、米国の製薬会社っていうのは、まあ、例えばどういう会計になってるかということなんですけれども、まあまあ、現金を支出しますということですよね。まあ、例えば研究開発なら研究開発費っていうのを支出しますということです。はい。そうしたらそれを一旦資産計上しますということですよね。費用、収益、対応の原則です。はい。そして、実際にその資産が何らか使われたことによって収益が発生しました。で、収益が発生したら初めて費用を計上します。その収益を発生 させるのに使われた費やされた資産って何なんだどれぐらい使われたんだということで資産を消却して費用化するということですね はい、例えば、まあ、ある新薬の研究開発に1000億っていうのを出資したとしますということですよね、やっぱり新しい新薬を作るっていうことになると、まあ、何百億とか1000億とかっていう規模の投資になるということです。はい、そうすると、ですねまず一番、会計処理の一番ということであれば、まあ、借り方としては仕掛かり研究開発っていうのを計上するということですよね、まあ、研究開発始めましたと。まあ、新薬ってててていうののはパパ研究開発してパッて作れるものじゃなくて、まあ、数年かけて まあ、研究開発していくわけですから、今、研究開発の途中でまあこれだけの現金がまあ使われましたと、それをすぐ費用に落とすんじゃなくて、1回資産計上をしますということで、勘定項目としては仕掛か,かり研究開発っていう勘定項目が使われますということですよね。で、これで資産が増加しましたと。で、貸し方としては、じゃあ、現預金を使ったんで、それで資産が減少しましたという、そういう仕訳ということですね。で、この後、じゃどうなるのかということなんですけど、の大きな分岐としては 2つありますとということですね、はい、すねなわちですね、まあ、実際にじゃあ研究開発しましたと、で研究開発始めて、現預金っていうのを使っちゃったんだけど、結局その研究開発では特許を取得できなかったっていう場合が一つあります。で、もう一つの場合っていうのは、実際に研究開発しました、特許を取得することができましたっていう場合があるということですよね。まあ、これは2つの分岐になるということです。はい、で、最初のまあ特許を取得できなかった場合っていうのは、どういう会計処理になるかっていうことなんですが はい、これはですね、まあ、まず借り方としては減損損失です、はい、結局研究開発始めたんだけど特許を取得するまで、はい、至らなかったつまり過去に出した研究開発費ははっきり言ったらまあ無駄になっちゃいました収益を生まないでそのまま無駄になっちゃいましたということで、まあ、これで減損損失っていうのが発生するということですよね資産計上したんだけど収益発生しなくてそのまま減損損失費用の発生ということです、はい、貸しし方とててはまあ先に計上してた資格 しっかり研究開発っていうのをま消すとまあ、資産を減少させるということになります。はい。で、もう一つのですね。じゃ、あ今度は特許を取得できたっていう場合はどうなるんだということなんですけど、はい、取得できた場合っていうのははい。今度はですね。まあ、無形資産特許権っていうのをですね。まえ、あ、貸借対照表にまあ計上するということになりますね。はい、それでまあ資産が発生するということです。はい、そしてまあ仕掛かり研究開発っていう資産がまあ減少するということですよね。だからま勘定項目の名前が変わるみたいな感じで。 今まで仕掛か,かり研究開発っていう資産を持ってたんだけどそれが正式な無形資産特許権になりましたっていうような処理ということですね。 はいでその後ですね、じゃあ特許を獲得できました。特許を獲得できたら、じゃあその後どうなるんだということなんですけど、その場合もまた大きな分岐っていうのが2つありますということですね。すなわちですね、今度はじゃあ特許期間に実際くる薬を売ることができました。だからどん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 収益を稼ぐことができましたっていう場合ですね。もう一つは特許期間だったにもかかわらず、薬を売ることができなかった。もしくは予想通り、予定通り、十分に薬をたくさん売ることができなかったっていう場合が、 もう1パターンということになります。はい、そうした時にまあ、前者のですね。まあ、特許期間に薬が売れたっていう場合はまあ、どういう会計処理になるのかということなんですけど。はい、この場合は結局ですね。ま減、あ、価償却ということで、これ定額で。まあ、結局費用化していくということになります。はい、だからまあ。 特許っていうのはですね、例えばまあ出願から、特許庁への出願からまあ20年みたいな、そういう形になるわけですよね。で、実際、特許が獲得できて、じゃあ残ってる期間っていうのが、例えばあと15年ありますということであれば、じゃ15年間でまあ結局資産をゼロにしていくっていうことで、毎年毎年ですね、資産を費用化していく、同じ金額ずつですね、結局費用をですねまあ落としていく、価値を減らして、費用化していくということで、まさにまあ減価償却ですよね。価値を減ら まあ費用化してとい,いうことで、減価償却ということで、普通の固定資産である、例えば建物とか機械と同じような、そういう会計処理をするということです。だから、例えば15年間なら15年間で結局、特許権が帳簿上、資産としてはゼロになるような形で費用化していくということですね。対してということで、今度はじゃあ、特許期間にもかかわらず、薬が売れなかったと。じゃあ、例えば特許が残りですね、出願から20年だけど、 実際特許を獲得できてその15年間っていうのはある意味、まあ、独占的に、まあ、その会社っていうのが、まあ、販売する権利っていうのを持ってるわけですけどえしかしそえ持ってるにもかかわらず売れなかったということであればじゃあどうなるのかということなんですがこの時にまた減損損失っていうのが発生してしまうということですよねだからせっかく資産にですね、まあ、無形資産特許権っていうのを計上してたんだけどその資産がまあ収益にうまく結びつかなかったということであれば、まあ、収益あ あまり発生させなかったということで、原、まあ、減損,損失っていうのを結局計上するということになります。はい、じゃあ、どれだけまあ収益を生むのかっていう、もうその差額っていうのがまあ大きな数字でドーンという形で、原、まあ、減損,損失、特別費用の発生ということですよね。で、それで結局、ですね、まあ、その無形資産特許権をですね、まあ、実際の本当のまあ収益を生むであろう価値まで一気にまあ帳簿上の数字を減らすということをやるということです。はい、つまりですね、まあ、減損,損 損失が発生する場合っていうのは大きく2パターンありますということですよね。1つは製薬会社が研究開発をスタートして現預金使ったにもかかわらず特許を取得できなかった場合っていうのは減損損失を発生させますということですよね。要するに過去にお金を使った研究開発費っていうのが全部無駄になっちゃいましたっていう会計処理です。はい、でもう1つの場合っていうのは特許取得することはできたんだけどその特許権を取得した薬で十分に稼ぐことができなかったと。 ということであればそのですね。ま稼げなかった分っていうのをですね。一気にま資産をですね。ま費用化してま大きな数字っていうのをドーンと計上するというま、そういう減損損失ということをですね。 はい、で以上が買収する相手ですよね、要するに住友化学、住友ファーマが相手の会社を買う、その相手の会社の方で起きていた会計処理ということです。はい、では、ですねじゃあ今度は買収する側の住友化学ですね、まあ、子会社の住友ファーマは、じゃあどういう会計処理になるのかということなんですけど、相手の企業を買いますとって言ったときに、実際の実務上は、まあ、はっきり言った予算みたいなのがあるんですよ。 あの会社が買いたい。で、最大予算いくらみたいな予算があるんですよね。で、予算があって、まあ、その相手の会社をですね、まあ、いくらっていうふうに買う、まあ、その最大予算みたいなのがあって、その予算でまあお互いに合意できたら、あとははっきり言ったらですね、まじ、あ、つ合わせっていうのが現実です、はい、実際は。だから、例えばまあいくらでもいいんですけど、じゃあ、例えば1000億でまあ合意しましたと。1000億で合意しましたと。だから、要するに住友化学、住友ファーマーとして 最大1000億までではまあ予算としてて持ってるわけですよで1000億を超えるんだったら買収しない1000億の予算内だったら買収するみたいな、まあ、そういう予算があるわけですね。で、そうしたときにじゃあ相手の会社の、まあ、例えば純資産は300億しかなかったとっいうことであれば、まあ、すまず300億っていうのを会計でまあ処理するわけですね。じゃあ残り700億っていうのは何なんだっていうことで、まあ、ここでまあはっきり言ったらつじつま合わせっていうかこじつけみたいなのが出てくるわけです。はい、だったら相手の企業がも 持っている例えば、特許権だとかですね、もしくは顧客資産、顧客名簿とかですね、顧客基盤をいくらっていうふうに評価しましょうとか、それでもまだですね、数字が1000億に合計がならないということであれば、のれんっていう形で超過収益力っていうのを計上しましょうということで、あとはですね、はっきり言ったら経理担当者とか公認会計士の方が、通じつも合わせて会計処理するということになるわけです。で、実際、買収金額ということで言うと、 相手企業の純資産プラスの連帯プララスス連無形資産とといいいう、まあ、そういううそ金額になるということですは具体的にはということなんですけど、はい、今回のまあ住友科学、住友ファーマーが計上してるものっていうことでいうと研究開発費、特許権、ソフトウェアその他ですよね、まあ、一番大きいのは金額として大きいのは特許権ということです、はい、だからまあ相手の企業がまあ持っている研究開発の仕掛か,かりですよね、えー、とまあ実際特許 というのをこれをもう無形資産という形で認識して買収した側の住友化学、住友ファーマーが計上しているということで そうです、はいでまあ、特許権というのはあくまで独占的に営業がですね、まあ、医療機関に売れる権利なんですよね。だから新薬開発に成功しました、特許獲得しました、この薬に関しては、まあ、この機関は自分たちだけが売り込みをかけることができますと製薬会社がまあ営業を使って、医療機関に、各医療機関に売り込みをかけることができるというある意味、独占的な権利なんですよね。はい、で必ずし も売れる保証ではないということです特許を獲得できたからそれはすなわち売上とか収益が 保証されてるわけじゃないとといいうことですいろんな製薬会社の中でこの新薬を売れるのはうちだけですっていう権利を持ってるに過ぎないということですね。だから売れる保証とか収益の保証はないということです。はい、特にですね、これ日本とこの米国っていうのはまあ大きく違って日本の場合ははっきり言ったら政府っていうのがものすごい大きな影響力を持っています、はい。だから日本で売られる薬っていうのは基本的に日本政府が薬価ですよね。薬のの価格っていうのを 決めてるんですよねじゃあ何で政府が決めるんですかって言ったら払うのも政府だからということです、はい。政府が保険料で負担するということなんですよね。だから自分たちが払うんでだから自分たちで薬の価格を決めてるっていう感じです。例えば患者さんが3割負担というんだったら、まあ、7割は日本政府が結局まあ薬代を出してくれると。 いうことですよね。だから、払う側が政府なんで、だから払う政府が薬の価格っていうのを決めてます。はい。ところが、米国の場合はそうじゃないんですよね。はい。米国の場合は政府は薬価を決めないんですよ。決めないんです。はい。で、なんでですかって言ったら、政府が薬価をえ、薬代を負担しないからですよね。だから、特許の2番を認めるのは政府がやります。特許庁がやります。しかし、価格に関しては、これはもう市場でか決めてくださいということですよね。 だから、需要と供給ですよね、だから売りたい側の製薬会社と実際買うであろう医療機関が合意した価格っていうのが、それが薬の価格ですということで、市場原理で決まるということになります。はい、だから、ですね米国の医療機関が高い薬っていうのを実際に仕入れてくれるのかどうか、製薬会社から買ってくれるのかどうかっていうのは、日本の事例に比べると、不確実性が高いということが言えます。はいまあ、日本政府の,日本の 日本,の場合は日本政府が保険料で買ってくれるということになりますからだからまあはっきり言った医療機関としてはすごく患者さんに売りやすいわけですよね例えば1000円の薬だったとしても患者さんには300円ですということで300円だけ請求すればいいわけですよ1000円の価値があるものを300円で売るってことになりますから結構医療機関としては売りやすいんですよねところが米国の場合はそれがないわけですよ政府がだ残り例えば700円とかっていうのを保険料で出してくれるわけじゃないんで患者さんに高い金額 の薬っていうのを、まあ結局請求しないといけないということになるわけですよね。で、患者さんに高い金額を請求するってことであれば、当然ですね。高い価格で、まあ結局仕入れると、製薬会社から仕入れるということになりますので、まあだから、まあこの新薬を実際、うちの医療機関で扱う、扱わない、仕入れる、仕入れないっていう判断が、まあはっきり言ったら日本の医療機関よりももっと不確実性が高いということです。日本の医療機関だったら、患者さんの負担が小さいんで、売りやすいす。 ですよ医療機関が。だから結構仕入れてくれるということですよね。でも米国の場合は患者さんにすごく高い金額の薬代を請求しないといけないんで、売りにくいんですよね。だからそれだけはっきり言ったらまあ仕入れる、仕入れないっていう判断もまあより慎重にならざるを得ないということです。はい、結局ですね、まあ、住友科学、住友ファーマーはですね、まあ、日本政府の財政が逼迫っていうのがまずありますということですよね。まあ、日本はもう言うまでもなく高齢社会ですから、だから65歳以上、75歳以上、 以上の方々っていうの,のをまあ人口全人口に占める割合っていうのはどん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 ん増えてますよね。ってことは、はっきり言った医療機関のお世話になるとか、薬のお世話になる、その母数、分母自体は増えてるわけですよ。ってことは、日本で支給される薬の数っていうのは、量自体は増えてますよね。で、量を増えてるってことは、もうこれ、止められないので、高齢社会である以上、高齢者増えます、必要な薬も増えます、必要の薬の必要量は増えます、それは止められないわけですよね。 とことは政府がコントロールできるのは量じゃなくて、価格の方しかですよね、まあ、薬1個あたりの単価の方しかコントロールできないので、だからもう結局、薬価改定っていうのを2年に1回を毎年に切り替えましたということですよね。で薬価改定で値上げってことはまずないので、まあ、横ばいか値下げですよね。だから実質値下げということです。だから毎年毎年値下げはの圧力っていうのがかかるということです。はい、そうすると、同じ商品ですよね、同じ薬っていう商品を売るのに、 薬価が毎年毎年改定で値下げの方向に向かうということであれば、まあ、住友科学、住友ファーマからすれば、日本の製薬業界の今後は厳しいっていうふうに判断したわけですよね。これはもう実際傾向、トレンドとしてはそういう判断になるということです。じゃあどうしたかっていうと、住友科学、住友ファーマは、だったらもう日本の製薬業界厳しいんだから、まあ、米国の製薬会社を M&A 合併買収したという,まあいう流れになってます。はい。で、問題はですね、売り手1位、買い手2 0 のまあ、超売り手市場の M&A 業界ということで、まあ、M&A っていうのは、まあ、例えば住友化学みたいな上場企業だったらこれやりたいんですよ。うん、結局3ヶ月に1回とか1年に1回、まあ、決算でまあ株,株式市場からの圧力っていうのがかかってる以上ですね、まあ、3ヶ月ごととか1年ごとにまあ増収増益増収増益増収増益っていうのをするために一番手っ取り早いのは M&A なわけですよ。はい、M&A をすれば増収増 増益っていいう決算は一番作りやすいですでよね特に50%以上を買収するということになれば相手の会社の売り上げとかです、ね、もしくは資産とかっていうのが全部決算書に連結で足されるわけですから M&A すればするだけ売り上げとかっていうのはどん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 ん大きくしていきやすいですよねで相手の企業がもし利益を出すということであれば売り上げと利益が両方ともどん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 足し算で足されていくわけですからだから上場企業ははっきり言って会社を買いたいわけですよ、はい、じゃあ 売りたいかって言った時に、それは少ないですよね。自分たちが一生懸命会社を立ち上げた、もしくは経営しているのに、自分の会社を率先して、ですねぜひ買ってください、売りたいですとかっていうのは、いい企業であればあるほど、当然少ないわけですよ。いい企業であれば、当然自分たちで経営していたいし、自分たちで所有権持ち続けたいわけですから。だから売り手は少ないんですよね。でも上場企業は買いたいわけですよ。ってことは、売り手1で買い手20なんですよね。この超売り手の方を 価値がある売り手市場の M&A 業界でなぜ住友化学は米国の製薬会社というのを何社も買収できたのかということですね。はいでまあ、理由としては、まあえー、相手企業の方に会社を売りたいと思える、まあ、大きな不確実性があったというのが1つあるということですよね。例えば研究開発してるんだけど特許が取れるかどうか不確実ですということですよね。もししくは特許権持っってんだけど、えー、それがしっかりとですねまあ 研究開発費を大きく上回るだけ売れていくかどうかっていう、そういうのが不確実ですという、何らか不確実性があって、まあ、だったらまあ確実にですね、まあ、自分たちの会社を売って、親会社の方に、例えば経営資金繰りをやってもらうというような、まあ、売りたい理由として不確実性を持っていたか、または相手企業が売ってもいいと思えるほど、高額での買収提案だった。 とということですよねいやそんなに高い金額でうちの会社買ってくれるんですかということだったらだったら売りますということですよね、まあ、そういう場合っていうのは大抵のレンとか、まあ、無形資産っていうのがかなりの金額が計上されるということになりますはい、まあ、いずれもが理由となって、まあ、結局、まあ、仕掛かり研究開発費ですよね相手の企業が持っていた仕掛かり研究開発費それから相手の企業が持っていた特許権そして、まあ、結局純資産より高くで買った、まあ、い,わいわゆる名義上の超過収益 力であるのれん、まあ、この3つ全てで、まあ、結局住友化学住友ファーマーは現存損失を計上することになったということですね、はい、結果、まあ、業績のさらなる下方修正ということですはいで現実ですね、まあ、M&A 合併買収っていうのはこれはまあ絶対に成功しないというわけじゃないということですよね M&A って100件行われたら100件とも全部が失敗するんですかっていったらもちろんそんなことはないということですはい100分の100じゃないと いうことですよね。ただ、絶対に成功しないというわけじゃないということです。はい、ただ、めったに成功しないということですよね。もう、それは確率的にはもう1%とか5%とかぐらいと。と いうことです。まあ、残りの95%以上99%近くというのはまあ成功しないです。ということですよね。なんで相手の会社はうちの会社に売ってくれるんですか？と言った時に分けありなのか、めちゃくちゃ高くで買収なのかということです。はいましてまあ、相乗効果などですね。まあ、買収前の説明で聞くだけのまあ、はっきり言ったら概念に過ぎないということです。まあ、滅多にお目にかかることはできません。ということですね。はい、相乗効果とは無意味。な場合 政を正当化するために広く用いられる経済用語ということです。 はい、しかもですね原則、まあ、損,損失の形状っていうのは、まあ、住友科学が赤字決算を発表したことの、まあ、単なる表面上の理由にすぎません、はい、今回下方修正したのは何でですかそれは減損損失を形状したからですよねで,でもそれはまあ今後を考える上でのあくまで表面上の理由で,でしかないということです、はい、本質的にですね抜本的な住友科学の経営上の問題っていうのは何かっていうことなんですけど、はい、これはですね、まあ 結局過去最高益の時と今期の業績予想っていうのを比べれば見えてきますということです。で住友科学が会社として過去最高の本業営業利益っていうのを計上したのは2018年度だったんですよね。はい、この時は売上が2.2兆円で営業利益が2509億でこの2509億っていうのが住友科学として本業の営業利益最高益。 ですはい、対して今回です、ね、2024年度の決算で予想されている会社が業績予想という形で正式に出しているのは売上が2.5兆円なんですね。で本業の営業利益がマイナス4890億を予想しているということです。はい、つまりです、ね、住友科学の本質的な問題っていうのは売上の減少じゃないんですよ。はい、過去の最高益の時よりも今季24年度は大きな売上を発表するんです。 ですねはい、そうじゃなくて経費の膨張ですつまり住友科学の最大の問題っていうのは経費がどんどん膨らんでるっていうことが実は問題ということです、はい、何せ住友科学がですね代表取締役がなんと6名もいるということです代表取締役が6人いるということですね、はい、そして取締役が合計17人もいるということです、はい、で執行役員 に至っては衝撃の37名ということです役員という名前がついている役職の人が37人もいるということですね。はい、そうしたときに、幻想は取締役の人数が多いと、充実したまあ議論が行われるんじゃないかと。だから取締役会が3人より5人、5人より10人。 10人より15人、17人ということであれば、すごく取締役会が充実してるんじゃないかと、その充実してる取締役会で、充実した議論が行われてるんじゃないかっていうふうに思われるんですけど、これは幻想ということですね。実際、取締役会の人数が多ければ多いだけ、形式的、儀礼的な取締役会になるということです。はい、つまり、会社全体の時間等間の両方が無駄になるということですね。だから実はは取締役会っていうのは少 ななければ少いいい方がいいんですよね3人ぐらいということであればもうその3人が真剣にケンケンがくでこの会社をどういうふうにやったらいいのかっていうのをものすごい真剣に取締役会で議論している場合があるんですけど10人超えてる場合っていうのはもう月1の定例会議みたいな感じでもうみんながですね「もう今回も今月の取締役会ですね」みたいな感じでですね集まってですね資料を確認して終わりみたいなそういうすごい形式的 的になっていいくととうことですだから10人超えている取締役会っていうのは基本的には機能してないっていうふうに考えていいということです。はい、おまけにということで、まあ、住友科学の本社の従業員ですね。まあ、会社全体としては3万3000人ぐらいの会社グループです、はい。そのうちの管理を行っている本社で働いている従業員の数というのがなんと6637人もいるということです。製造でもない。 営業でもないグループを管理している本社勤務が6637人いるということですね。 はい、そして本社6,637人の平均給料っていうのが驚きの911万円です、はい。6,000人の平均ですからね600人とか60人の平均じゃなくて6,000人の平均が911万円ということです。はい、で代表もいっぱいいますと役員もいっぱいいますと本社もいっぱいいますということで4,890億の赤字決算ということであればやるべきは 現場のリストラでではないといととうことですよね、はい、まずは役員17人が総辞職するべきということです、はい。そしてなおかつ本社従業員のこれ大リストラが必要ということですよね。現場を先にどん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 やめさせたとしても現場の責任じゃないわけですよ、今回は。どう考えても。ですねでかつて三菱商事がですね、まあ、創業以来初めて赤字に転落した年にですねその時もちょうど17人だったんですけど 17人の取締役が全員退任してます、はい、三菱商事はそういう責任の取り方っていうのをかつてやったことがあるんですねだからずっと創業以来ずっと黒字だったのに初めて赤字になったといった時にその時の取締役役員が17人全員総辞職して責任を取ったということをやってます、はい、だからまあはっきり言った住友科学はそれに匹敵するぐらいの今回はボロボロの決算ということですよねだったらそれは役員が責任取るんじゃない そして本社6000人以上もいるということであればまずそちらの大リストらが先じゃないですかということですねはいなぜかっていうと赤字の原因っていうのは減損損失の形状でありその減損損失は M&A の失敗つまり取締役会の意思決定の失敗なんですよねはいしかも、まあ、今後の V 字回復のための経営戦略っていうのがイノベーションプロバイダーと 戦略というのは漢字の通り略することやらないことを決めることだということですよね。で戦略でイノベーションプロバイダーって何だそりゃと。 ということです,、ねはい、すなわち事業の機会チャンスっていうのはこれは無限にあるわけですよ、はい、人の欲求っていうのは無限ですよね悩みも無限なんですよ食欲性欲睡眠欲もしくは安全な場所に住みたいとかいろんな欲求があるわけですよねもうそれこそ楽しみたいとか幸せを感じたいとか豊かさを感じたいとかもういっぱい無限にあるわけですよ、はい、だからまあ事業の機会チャンスっていうのはこれは無限にあるわけです じゃ対して、その供給側である企業の経営資源って無限ですかって言ったら、無限じゃないですよね。有限ですよね。はい。人物のお金っていうのは有限です。はい。それよりも厳しいのは時間の有限性であったり、もしくは脳の情報処理能力の有限性っていうのがすごく限られてるわけです。はい。だから、地球には、世界には無限の需要が存在してますと。だけど、自分たちの会社の経営資源は有限ですと。無限の需要に有限の供給で対応するためには、 らないことを決めてもう数多くの機会チャンスをあえて見送るという決断をしないといけないわけですよねそれが経営者の決断なわけですよこれは機会チャンスがある可能性があるだけどうちはやらないというふうに決めるのが経営人の決断でありそれが戦略なわけです はい、そしてこれだけはどうしてもやるとだからこれやらないこれやらないこれもやらないだけどこれだけはやるとどうしてもやるというふうに決めたことにだったらもう自分たちが持っている人のお金時間情報そういったものを経営資源として全集中で投資するということです、はい、結果たった一つの機会に強みを全集中でぶつけてそのやると決めた一個のことに関しては自分たちが1位になるシェア 1>, 1位を取りに行くっていうのが戦略なんですよねだから戦略が複雑ってことは絶対にないんでですすよ絶対にないですね、はいね戦略っていうのは一つのことに決める絞るってことを戦略っていうわけですから戦略が複雑っていうことはおかしいんですよ矛盾してるんですよね、はい、複雑なものからやらない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 これだけをやりますだから戦略って絶対シンプルなんですよ はい。例えば、アップルって何の会社ですかと言ったら、コンピューター会社なんですよね。めちゃくちゃわかりやすいということです。はい。じゃあ、主力商品って何なんですかと言ったら、iPhone、MacBook、iPad。 ですよねまあ、そのうちのまあ売り上げの約半分は iPhone で稼いでますということではっきり言ったら小学生中学生でも理解できるビジネスモデルということです、はい、やらないことを決めるのが経営ということですね、はい、要するに経営者として足し算の戦略を作るっていうのはうちの会社はこれもやりますこれもやりますこれもやりますみんなやりますと足し算をやってるってことはそれは経営者として無能なんですよ、はい、で引き算をできるっていうのは これ有能だけができるんですね。勝てる分野を絞り込んで選べるわけですから。だからそれこそ問題の本質とか、機械、チャンスの本質っていうのが見抜けないと絞れないですよね。足し算だったら誰でもできるんですよ。誰でもできるんです、はい。これもやります、これもやります、これもやります。誰でもできますよね。別に全然その人に能力がなかったとしてもできるんです。はい、引き算はこれやらない、これやらない、これやらない。目の前に可能性いっぱいあるんですよ。可能性いっぱいあるので、その可能性を全部自分たちで切って、 ですね、あえてこれでやるとなんでこれでやるんだそれだったら勝てるからシェア1位が取れるからということで本質が見抜けてあえて引き算をすることができるっていうのはこれは有能な経営者じゃないとできないということです、はい、では総辞職の正式発表がまだない残留予定かもしれない住友化学の経営陣の実力っていうのはどれぐらいなんだということなんですけどこれはもう無能中の無能ですよね。はい、食料 IC ヘルスケア環境分野ってめちゃくちゃゃく広いですよねどうやって1位取るんでしょうということですはい住友科学は現経営陣が継続する限り今後の利益成長など絶対にないということですもうこれは断言しますということですよね結局失敗の原因になっている人たちは辞めないわけですよはいだからまあ結局現場をリストラして失敗の原因になっている人たちが辞めないわけですからだから失敗した人たちがですねまあこういうまあはっきり言ったら戦略 役とも呼べないものをまあ、v 字回復戦略って打ち出してるんだったら、まあ無理に決まってるということです。はい、むしろまだ残っているまあのれんプラス、えー、無形資産っていうのがですね。まあ、今回減損損失でかなりの金額っていうのをですね。まあ、えー、計上するんですよね。だから最後の第4四半期だけで2200億ぐらい計上するんですけど、2200億ぐらいを追加で計上してもまだ4600億のれんプラス無形資産っていうのが残ってるということで。まあ、この。ヤン 約4600億の無形,資産え無形資産プラスのれん、いわゆる減損損失爆弾の方がはっきり言って利益成長よりよほど心配ということです。はい、以上、まあ、住友科学をまとめていくと、はい、住友科学は仕掛か,かり研究開発費、特許権のれんと、フルコースで今回、減損損失を計上しますということですね、はい。で、住友科学の本質的な問題は経費の膨張ですということです。売上実は伸びてるんですね。売上伸びてるんです、まあ、今回の も、これで説明しなかったですけど、まあ、例えばサウジとの合弁会社とかっていうのも、売り上げは実は伸びてるんですよね。だから、売り上げの問題じゃないということです。経費をめちゃくちゃ使うっていうことが問題ということです。はい、でも、根本の原因は誰ですかこれ、役員なんですよ。まあ、17人の役員です。はい、で6人の代表取締役です。もうこの人たちが原因です。はい、でまあ人数が多すぎておまけに無能ということですね。はい、でまあ現場のリストラでは、これは解決しませんということですね。だから問題の本質じゃない ところを切ってるんで問題の本質を切らないと絶対解決しないということです。はい、もう今後の利益成長など望むべくもないということですね。 はい、であれば、住友学ははっきり言って赤字企業ですから、今期も赤字なわけですけど、今後もはっきり言っと、まあねまあ、利益成長っていうのは全く見通せないので、ということは利益の合計金額っていうのは、まあ、理論上はゼロということになりますね。はい、であれば、まあ、時価総額、株価は,もうこれはゼロに向かって下落していく方が当たり前ということです。で昨年も赤字、今期も赤字。 ですよね、でで今後もはっきり言って利益成長が見通せないということであればじゃあなんで株価が上がる理由があるんですかもうギャンブルとしか言いようがないとということですね、はい、株式市場は短期では単なる人気投票期しかし長期だと価値測定期ということで、はい、住友価格今後の株価は338円から201円まで下がると。 いうふうに予想します。はい。ということで、今回は住友科学株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は下がるというのは今回の結論です。はい。もし今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録でぜひ応援していただけると嬉しいです。はい。あとですね、まあコメントですね、まあ今回は住友科学ですけれども、あなたの考えっていうのをですね、まあコメントで教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。 そして、最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい。2点目です。はい。AI 革命2.0ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、 AI 革命2.0という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を